北口公園寺駅は東京都杉並区公園寺南4丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。運転系統としては、急行線を走る中央線快速電車、及び観光線を走る中央、総武線各駅停車の2系統が停車する。ただし中央線快速電車は平日ダイヤ時のみ、停車する。また、中野駅から乗り入れる。 地下鉄東西線も停車する。駅番号は中央線快速電車が JC07、中央、総武線各駅停車が JB06。特定特殊内制度における東京特内に属する。急行線、観光線の島式ホームにメミ温泉を有する公開機である。地平部に一箇所の改札口を備えており、改札口は駅の北側、南側両方と、 行き来できる通路に面している。ホームと改札外との間にはエレベーターとエスカレーターが設置されている。滝のトイレを併設したトイレは改札外にあり、その入り口には泡踊りのシルエットが描かれている。ホーム下の改札外には緑の窓口やデラ公園寺を中心とする飲食、物販店などが設置されている。駅北口は ホテルメッツ公園寺などが入るビルと一体化している。駅周辺で東京公園寺泡踊りが開催されることにちなみ、1.2番線では2004年より泡踊りの林をアレンジした発車メロディを使用している。当初は毎年8月限定であったが、2016年8月1日からはアレンジを変更の上、通年仕様に変更されている。 2016年から使用しているバージョンは G アングルの制作で編曲は松本県が手掛けた。2020年度の1日平均乗車人員は38,249人である。JR 東日本管内の駅では前浜駅に次いで第94位。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。住宅街が広がっており、駅周囲には 多くの大規模商店街がある。北口には、公園寺順上商店街、南口には、公園寺パル商店街、公園寺ルック商店街などがある。この他公園寺駅から中の、阿佐ヶ谷駅方向の中央線高架下スペースには、多数の各種店舗や、倉庫などが入居している。阿佐ヶ谷駅との間の高架下では2020年4月1日、ある区阿佐ヶ谷が開業した。 運行会社は、法43.6063.70と、赤31から1は、関東バス単独、赤31は、関東バス及び、国際工業バスの共同運行、法45は、関東バス及び、京王バス東の共同運行、法46は、京王バス、と単独、赤31から2は、国際工業バス単独である。乗り場に関しては、 関東バス公式サイト、関東バスナビで表示されている番号である。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。